こんにちは。おっす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 。はい、こんにちは。おっす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 。こんにちは。あ、こんにちは。どうも、失礼します。空手を、いわゆる続けるため、あるいは楽しく続けるため、上達するための心構えみたいなものを少しお話をします。これ全てのものこの世に起こる全てのものが整っているのは因果の法則に成り立って物事が成り立っている。つまりスイカの種を植えたらスイカしかできない。歯を磨かなかったら良い友達とか良い人とかきちっとした師匠というのはバリア人生のことよく勉強してるんです。交流はダメだ、これは綺麗な人に教えたらな。稽古の時だけ、はい、このままテクニックの範囲が届いてて、ここから先は喧嘩ができません、みたいな。今そうじゃないでしょ。YouTube でも、インスタでも、テクニックを惜しげもなく出してる。みんな。だから、学ぼうと思えば、いくらでも学べるのよ。自分の中で一番いいものを学ぶ。出し惜しみをしない。みんなもそうだよ。人の教える時は出し惜しみしてはダメ。うん、自分が持ってる最高のものを伝えてあげる。自分が分かっている全てのものをその人に伝える。僕たちはそういうやり方でやってきた。こう5年かかって、あれ3年かかって覚えたことをお前らは1年で覚えてくれる、うん、残りの2年はそういう工夫して、それよりも素晴らしいものを君たちは作り出してる。そういう姿勢を持たなくてはいけない。いや、これは秘伝だから教えられない。これは違うんだよ。いや、このくらい教えたらこいつ強くなったら困るから、こんな風にしとこうっていうのは、それは、良くない考え方です。与える相手は、縁がある人じゃないとダメ。この状態から、バン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 と、破壊力は、スピードに、事情に比例しています。力が倍になっても倍の破壊力しかないけど、スピードが倍になれば破壊力は、4倍になります。おっす。おっす。スピードをつけなくてはいけない。これでここからバーンフォローする伸ばす。こうした時に力はこの状態で押すのとこの状態で押すのと全然違うな。パーンとこの力ドーン 3割か4割ぐらいで軽くやってください。おっ、ほらね、やべー、3割か4割か言うてはい、続行、はい、このぐらいだったら怪我はないの。で、相手変えて、パック相手変えて、はい、ガンガンやってる時にこうタイミングが合ってくるね。で、あ、よし、この角度でこの感じで当たればこう当たるなと思うぐらいの時にやめって言われるから怪我ないの。はい、短い期間でどんどん変わらしていく、うん、もうちょっとやりたいなというぐらいでやめる。そうすると続く。で、その時にだからだんだんやってるうちに自分の字って言うんだけど、自分が出ちゃってる相手に。相手がやってくるから自分もやろうってなってる。で、つまり相手のペースにはまってる。だってバー来たらパッとやめて、ちょっとゆっくりやろうよってやって、こうやって話したらいいです。自分でちょっと戻したら、それを来てくるから同じようにこうやっちゃうと同じリズムになるんですよ。自分を出しちゃいけないのよ。わかる。ちょっと待って、冷静にやろうね。3割か4割って先生言うたらゆっくりやろうね。言ってお願いしますチャーンとかって、これはダメだよ。ちょっと構えて、まずこういう風なお互いの構えになる。で、距離感もだから単純できた。大体受けて大体こうもして自分でこう、うん、こう自分でリーチしてこうフリーチしたりとか、大体アイドルのリーチとか距離感を測る。そうでしょ。そこからスタートして、はい、カウンターが入るようにしなくちゃいけないね。だから先に距離感がある。だから距離感全く考えてなくて、みんなはお願いしますって、フルコンの人はまずこの距離に入ろう。まずこの距離に顔面あるやつを入れてくれない。おっす。そうだよね。おっす。だって入ろうとしたら来た、キャーンと戦うから終わりだもん。おっす。それとこう構えて、みんなやっぱこうボディばっかり打ってるけど、ちゃんと正中線をここをちゃんと叩いてくるんですよ。ここのパンチがあるから、ガードが上がるから下が効いてくるわけ。
わかります。あるいは相手を崩す、こういうところでじゃあこれは倒すときはこう、崩すときはこっち側で崩してしまう。わかる？あるいは今度こっち側に崩してしまう。ドーンとこういうところをで外を持ってきた、はい、ただ避けてるけど、例えばこれをはいパンッと避けたらもうここまで振る。外をきちっとしたら押す、はい、ちょっといいほら、こんな振れてるパーンと打てるじゃん、はい、強くこう、ほら、あ次引き抜くんやつ、それをただはいこうして避けてるとすぐ引ける、うん、あれもうみんなほとんど避けてない。なんでかというとグローブつけて引かへんから、体を抜けてる。違う、打ってきた、はい、お互いにこう打ち合いやってる、うん、そうじゃなくてもらわないようにこう自分でこう避けてみる。外側に、はい、外側に避けること、あるいは内側に崩すこと。外受けして入るのと、はい、内受けしてショートでこうショートで、内受けはこう、はい、ここで下段払いして右、そっち打てるとちょうどカウンターになる。ここから返す、それを早くやる。ほら、もうちょっと下に構えても上すぎたら頭にすぎたら無駄なことですか。ゆっくりいけないんで大丈夫か。じゃあそこじゃない、よし、そこくるやろ。だから思ってるより低いのよ。よし、構えて、そう、ほらあんな崩れるよ。構えてこっちに行ってこうなってるわけ。積み込みがな、体はこっち体重かかってるのに蹴りはこっち蹴ろうとしてるから、これ効かへんわ。これ悪いけど、そうじゃなくて蹴りはこういくやから蹴りの行く方向に体重乗っていかんから、それで体重がぐわーんとかかってくる。これがゆっくりいくな、こうこうこうと乗っていってこうと全然違う。前足がこうなった時に悪くなったやんか、前足をこの方向に持ってきて、それで右足ストレートドーンと、これが体重がかかるわけや。この足こっち踏み込んで、それでかからへんと思ったら逃げた、体重は乗ってない、ね、たまにカウンターなんかで右打ってきたら、はい、こう行きながらこう打つことあるよ、顔叩いて、はい、当たらないしながらここで打つことある。でもこれはカウンターだから効く。相手が来てるのと出るのと僕が同時に、はい、こういうの打つから効く。でもその時は左の膝ちゃんとの、ちゃんと固めてちゃんと体重がかかるようにして打たんだ。こういう力もある。ミドルもそう、バーンと中に入るから、当たる瞬間これじゃ効かない。おーそうでしょ、ミドルバーンと入って同じだと顔に行くから、あの来るわけでしょ、はい、ダン、これ当たるけど、おーそうカウンターな、おーそうそう打ってるけど別に、はい、この構えてドン、下突きでもいいよ、うん、聞くからね、聞かないようにしてるだけ。わかりました。それをちょっと動きながら入っていく。一言一言が胸にしみる。パンツ、パンツみたいな体こう回ってくる、怖くから。はい、その時に体重がこっちに効かないんだから、それがこっちだとこうやって怖いからやって、それでは効かないよ。膝の体重は内側に乗ってこうして腕相撲のこの要領でこっちに打っていないと、あるいは右打っていく、こうカウンター迷わずに打っていくからダーンって回して、はい、お願いします。バーンで、できそうだったらね、ここをこうまっすぐこうね、ギリギリで、こういう感じ、おっす、おっす、お互い正面見てるでしょ、みんなこうばっかり打ってるから、うん、で打ってそのまま今度クイックでレバー突き上げて下、うん、おっす、こっちこっちの角度を打ってるの、今はこう打ってるな、こう、これちょっと上げるよ、ほら、うん、どっち効く、上げた方が、うん、こっちかな、ほら、これで効く。うん、こうしたときに、パーンと打ったときに、こういう、うん、これまずロングの距離がありました、ね、お互いこうまず距離を取りました、で中間がありました、これお互い攻め合うやつね、うん、でこの後もう一つ嫌だったら今度接近していきます、
こういうふうに接近すること。わかる？自分でその3つの距離感をまず使う。正面行った場合。この距離、この距離、全部カウンター取れるわな。この距離打たれへん、どないするか、自分で角度を変えて空間を作る。わかる？こうしたら嫌やからどうする？この角度さすくなるやろ。ほら、なら今度打てるわな。はい、フルコンの蹴り方でローゲットした。はい、もう間違いなくなる。このまま普通打ってるだろ。だからどうするか言ったらこっちがない、うん、こっち側でサイドが変えた時のポイント、まずこっち側でここを上から落とすように蹴っていく。速く、もっと速く。おう、はい、それから打ってこい。はい、来い、おい、すごい、おい、自分の中で面白い。これだけやと自分で思い込んでんねん。自分でこれだけしかできへん、何もしないねん。みんなは無限の可能性を持ってる。わかる？おっしゃ。だから自分でリミッターでこれだけやと思わない方がいいんです。だからせっかくやるんだから一生懸命やりましょうよ。もう行くとこまで行きましょうよ。向こうの行っちゃった方がいい。だから行ったらまた見える景色がある。ここやったら分からへん景色がある。行ってみたら、ああ、こんな感じや、もうちょっと行こうかっていうのが見えてくる。いつからでも、僕だって60秒になったんだけど、これからでも学びたいことがたくさんある。うん、本当にいっぱい学ばなくちゃいけない。時間がない。だから自分の中で一番大切なのは時間です。なんでか、人は必ず死ぬ。これは避けて通れない。うん、で、いや僕は元気です。80まで元気、90まで元気な人もいます。でもその人もやがて死んでいく。つまり人間のこの肉体は限りあるものなんです。永遠じゃないんです。だから今のその若い時、この一瞬っていうのはすごい大切な時なんです。だから無駄にしたら分かんない。ダメ。50になってもすごいよ。60になっても、70近くなってもまあ残りがないと思うやろ。だから大切やん。すごい人生。60歳が定年なんて誰が決めたの？65歳が定年なんて誰が決めたの？社会が決めたんでしょう。関係ないじゃん、そんなの。だって生きてるうち元気なうちはみんな青春だよ。俺だって青春だと思ってるし。だから元気でいるためにね、食事だって通じてみるし、腹いっぱい食べないし、食べるものは気をつけてるし、で自分の体、自分の肉体を大切にしてください。お父さんお母さんからいただいたその肉体を、その中にあなたたちの魂が入った。だからその肉体をいただいたお母さんとお父さんを大切にしなくちゃいけない。この世の中で一番大切なのはお母さんです。お父さんじゃないのよ。一番お母さん。なんでか分かる？あなたたちを自分のお腹の中で10ヶ月も育ててもらってるの。その間自分の血液といろんなものをこれまで溶かしてあなたたちに栄養を与えてくれた。10ヶ月にすんごい痛い思いしてあなたたちを産んでこの世に出してくれてる。生まれた時はおやおやで何もできへんやろ。ちゃう？お風呂に入れてくれて、おっぱい飲ましてくれてな、離乳食を食べらしてくれて、おしめ変えてくれて。違います？どんだけの恩があるんですか？お母さんいなかったらあなたたちはここにいませんよ。でお父さんはせっせと外に稼いでるわけや。お父さんも偉いよ。でもお母さんの恩というのはもうかけがえのない恩です。だから、まあ、仏教ではね、生まれてそのまま捨てられたとしても産んで体内に育っていただいて産んでいただいたという恩だけで一生返さないぐらいの恩があると言われてるんですよ。しかも学校に行かせていただいて、高校まで行かせていただいて、下手したら大学まで行かせていただいて、どんだけの恩があるんですか。うん、でもお父さんお母さんはあなたたちに恩返しなんて思ってない。健康で元気でいたらいい、元気で頑張ってねというふうに思ってる。もう海よりも大きな大きな愛を持ってあなたたちを育ててくれたんです。だから親孝行するのは当たり前なんです。だから制度からでは親孝行ができる立派な子供たちを育てようということをスローガンに道場で指導しています。できればその親孝行の大切さというのを、ね、胸に秘めてしっかり親孝行してください。わかりました。おっしゃ。子供たちは無限です。特に若い人になろうと思ったら何でもできる。うん、頑張ってね。はい、以上です。おっしゃ。